2024年8月23日午前3時日本時間午前10時までに調べたウクライナ最新戦況をお伝えします。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。昨日は急に戦況動画をお休みして申し訳ありませんでした。体調が思わしくなく、今後も可能な日は投稿するようにしますが、お休みする日も出てくるかと思います。それと25日から入院します。入院した状態で動画を作成したりできる予定でいますが、治療の後半はかなり痛みが出てくるようで、モルヒネを使うと医師に言われています。そうなると2、3週間余り動画の投稿ができなくなるかもしれません。時期的には9月下旬から10月中旬になります。8月22日のハイライト、軍事侵攻911日目、前線で合計135回の戦闘が発生しています。ロシア軍は1発のミサイルを使用した1回のミサイル攻撃、56機の航空機を使用した49回の空爆、556回以上の自爆無人機攻撃を行い、MARSによる射撃を含む3300回以上の砲撃を行ったとウクライナ軍参謀本部は報告しています。ロシア軍の損失に関わる報告、ウクライナ軍参謀本部提供、ルッカースタジオ google.com。 亡くなった兵士の数1130名、7日間平均1217名、航空機を含めた損失額は1億391万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は157台、7日間平均の損失台数は171台となっており、主要兵器の損失数は無人機96機、戦車7両、砲46門、多連装発射機0門、装甲車両25両、非装甲車両59両、対空システム3台となっています。クルスク方面のウクライナ軍の進撃速度はかなり遅くなってきていますが、抵抗しているロシア軍に対応しているためですので、小出しながらも送り続けているロシアの増援も時間稼ぎにはなっているようです。トレツィク方面では相変わらずロシア軍の進撃が続いており、ウクライナ軍はじわじわと後退しています。詳しくは戦況報告でご説明します。次に戦況について戦況図を使ってご説明します。北東方面、クルスク方面、西から順に説明していきます。テトキナの北、セイム川の西側一帯はウクライナ軍が確保していることが確認されましたので、戦況図に反映させています。8月10日付近にウクライナ軍が入ったという情報がありましたが、それきり続報がありませんでした。しかし、今回画像や映像でウクライナ軍が所在していることが確認されています。セイム川に建設されたロシア軍の浮き橋を破壊する映像が入りましたのでご覧ください。使用されたのは GMARS の可能性が高いです。
レトレノの東側でウクライナ軍が支配地域を北に伸ばしていることが確認されています。コレネボではロシア軍の抵抗が続いているようです。ウクライナ軍はまだ占領できていませんし、東から回り込むルートもなかなか前進できないでいるようです。マラヤロクニャでロシア海軍歩兵部隊を包囲したという情報が入っていましたが、続報が入ってきません。続報を待ちたいと思います。スジャの東、プセール側の北ではニジネマコボ、南側ではギリ付近で戦闘が続いています。ロシア軍はさらなる増援として海軍歩兵部隊や空挺軍の部隊を集めて送っているようで、一部でその画像といわれるものが公開されています。北東方面、ブリャンスク方面、ウクライナ軍の偵察部隊がブリャンスク州に侵入した模様です。ロシア側は撃退したと発表しています。どうやらウクライナ軍は撤退したようですので、純粋に偵察活動兼ロシアに対する牽制だったと思われます。ウクライナとしてはできるだけ多くのロシア軍を国境地帯に貼り付けたいのでしょうから、これからも隙を見て同じことを繰り返すでしょう。ロシアとウクライナの国境線は長いので、ロシアは数万の兵力を国境警備に割く必要に迫られます。北東方面、ハルキウ方面、この方面の戦闘地域に地図を拡大します。この方面で2回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。攻撃はすべて撃退されています。攻撃回数が極端に減ってきましたが、理由はおそらく次の記事に関連していると思われます。ハルキウで防御作戦に従事しているウクライナの第3突撃旅団は映像を公開し、反撃作戦を開始すると宣言して、近いうちに良い報告があるだろうと付け加えました。第3突撃旅団は6月に始まったウクライナ軍の反攻作戦の際にバフムト地域で反撃を行い、運河を越えてクリシチーウカ、アンドリーユカなどのウクライナ拠点を奪還した盛況な部隊です。その後はアウディーユカ方面、コークス工場付近の戦いにも参加しており、編成されてこの方休みなく最前線で戦っています。ロシアのハルキウ第二次侵攻、今の侵攻にあたっては増援として現地に入り、ボウチャンシク付近でロシア軍を押し戻していました。彼らはマリウポリで前線して最終的に投降したアゾフ連隊隊員などを中心に編成された部隊で、2022年11月に新編された部隊ですが、士気も練度も極めて高い最精鋭部隊の一つです。クルスクに部隊を抽出したロシア軍の戦力が落ちていると判断しての反撃だと思われます。ロシア軍の状況によっては一気にロシア領内まで反撃する姿勢を見せるでしょう。それによりこの方面にも多くのロシア軍を誘引することができれば、ウクライナ軍の思惑通りとなります。クルスクで20万もの避難民が発生しており、ベルゴロドでも同じことが起きたとなると、ロシア政府のメンツは丸つぶれとなりますので、ウクライナ軍の反撃がうまくいけば数万のロシア軍をこの付近に誘引できるでしょう。
スバトベ方面。この方面で10回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。6回の攻撃が撃退され、4回の攻撃が継続中です。マキーイウカの北のノボボジャネの対岸で、ウクライナ軍が反撃に出ました。対岸の一部を奪還しています。これは、マキーイウカに対するロシア軍の攻撃に対応しての攻撃とみられています。マキーイウカを攻撃中のロシア軍を牽制したものとみられ、ノボボジャネの守備を固めないと、ここが陥落したら、マキーイウカの攻撃をしている部隊の側面を突かれることになります。トレツィク方面。この方面で12回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。11回の攻撃が撃退され、1回の攻撃が継続中です。ロシア軍はピブニチネ正面突出部でさらに前進しました。前日のドルージバへの前進と合わせて戦況図に記載しています。ニューヨーク付近ではロシア軍に大きな動きはなく、ネリピウカに対して何度か威力偵察を送って、ウクライナ軍の守備状況を確認しているようです。この後、空爆を行い、侵攻が始まる可能性が高いです。東部ドネツク市方面北側。この方面で53回の攻撃がウクライナ軍により報告されています。50回の攻撃が撃退され、3回の攻撃が継続中です。拡大図で戦況図北側の戦況についてご説明します。ザビトネトプティチェが陥落。ロシア軍はウクライナ軍が撤退した南に前進を続けています。西側ではミハイリウカの郊外で激戦となっています。ウクライナ軍は郊外の陣地でロシア軍を迎え撃っており、ロシア軍は連日攻撃を行っていますが、市街に到達できていません。ロシア占領地、領内での戦況。21日の出来事ですが、ウクライナ軍はモスクワに対して数十機のドローンで攻撃を行っています。この日は中国の李強首相がモスクワに到着していた日ですが、迷わず攻撃しています。李強首相がモスクワ訪問しているから狙ったのかどうかは不明ですが、久々にモスクワが攻撃されています。ロストフ州のプロレタルスクの石油貯蔵施設はまだ燃えています。地元民によれば、70基以上の石油タンクのうち、ガソリンタンクにはまだ燃え広がっておらず、ガソリンタンクに燃え移ったら大爆発するだろうと言っているようです。住民は避難し始めているようですので、時間の問題かもしれません。すでに5日間燃えています。クラスノダールのカフカス港で、ロシアの鉄道フェリーコンロトレーダーが火災の後に沈没しました。カフカス港は、クルミア半島ケルチの向かい側、ロシアのクラスノダールの最西端の半島の先にある港です。このフェリーは、鉄道輸送を補完する鉄道フェリーと言われています。線路につないで、貨車をそのまま乗せるためのフェリーです。火災の原因は、
ウクライナ軍のネプチューン巡航ミサイルによるミサイル攻撃のようです。鉄道で輸送する燃料貨車を大量に搭載しており、それに引火して大火災となり沈没しています。ウクライナのドローン攻撃を受けたボルゴグラードのマリノフカ航空基地で撮影された画像が公開されました。ドローン攻撃直後の画像では、航空基地で激しい火災が発生していました。消火後の画像では、鉄球と鉄球が貫通した跡が格納庫の薄い鉄板に残っています。このことから、ウクライナ軍は少しでも航空機に損傷を与えるために大量の鉄球を仕込んだ弾頭をドローンに搭載していたことがわかります。滑走路を狙ったものでないのは明らかです。そしてまだ専門家が分析の途中らしいのですが、マリノフカ航空基地の攻撃前と後の衛星映像が公開されています。ご覧ください。この航空基地にはスホーイ34が8機とスホーイ24が14機エプロンに並べられており、格納庫内にもおそらく何機かは所在していたと推定されます。攻撃は倉庫を中心に行われており、この破壊の程度から数機の航空機は被害に遭っているのは間違いないと思われます。次に注目したい事柄です。ウクライナ情報機関 HUR がロシアのテレビをハッキングし、ウクライナ戦争の真実を放送しました。このビデオはパールブラルスクテレビ、ユーラシア360などのチャンネルでゴールデンタイムに3回放送されました。標的となったチャンネルの一部は一時的に放送を停止しています。標的となったのはロシアの新興財閥コマロフ氏が所有するメディアです。クルスク戦も始まり、特別軍事作戦と呼ばれたウクライナ侵略戦争の実態がロシア国民に少しでも伝わると良いのでしょうが、人権活動家でありロシアビハインドワーズ団体の代表であるオルガ・ロマノバ氏は、ネキシタテレビのインタビューに、ウクライナ戦争のためにロシア政府が行っている強引な兵士募集について語りました。刑務所での囚人募集がうまくいかなくなり、ロシア政府は裁判前や捜査中の容疑者に対しても、刑事訴追をしない代わりに戦場に送る方法を取り始めているとのことです。つまり、容疑者、被告人、囚人という流れで犯罪者は捜査され、裁判にかけられ、罰を受けますが、その最初の段階である、捜査中や裁判前に取引して戦場に送り始めたようです。取引といっても、強引に、国防省との契約にサインさせられ、連れ去られるケースも出ているようで、警官には一人送り込むたびに報奨金も払われるようです。罪は犯さない方が良いに決まっていますが、でっち上げで逮捕されて、戦場に送られる人が出ているようです。警官に報奨金を出すと言った時点で、でっち上げ逮捕が起きるのは自明だったと思いますが、こんな国に住むのだけは嫌です。米国の新たな核戦略には、初めて中国への抑止力が盛り込まれました。ニューヨークタイムズ紙によると、ワシントンはロシア、北朝鮮、中国の3カ国からの脅威に備えなければならないと規定しています。米国が中国、ロシア、北朝鮮から同時に起こり得る協調的な核攻撃に備えることを規定した初めての防衛計画となりました。
北朝鮮の核戦力の実態ははっきりしませんが、中国が毎年核弾頭を増やしています。フォーブスジャパンの記事によれば、中国は昨年2023年1月の段階で410発だった核弾頭を、1年後の2024年1月には500発に、90発増強しており、さらに増産しているとしています。中国は、米ロが締結している核軍縮系の条約に一切入っていないため、好き勝手に核弾頭を増強しています。米ロとの数の差はまだまだ大きいですが、他国を何度も破壊できるだけの核弾頭をすでに持っているにもかかわらず、増強に努めています。中国が何のために核戦力をこれほど急ピッチで増強しているのか、日本政府はもっと危機感を持って挑まないといけない。日本政府だけでなく、自民党も中国マネーをパーティーで受け取って笑っている場合ではないでしょう。無所属の大統領候補ロバート・ケネディ・ジュニア氏、米大統領選から撤退し、政権内での地位と引き換えにトランプ氏を支持、CNN。ロバート・ケネディ・ジュニア氏は、暗殺されたジョン・ F ・ケネディ大統領の弟で、大統領選で同じく暗殺された司法長官ロバート・ケネディ氏の息子さんです。世論調査では、かなりの支持を得ている人物ですが、民主党員ですので、今回は、現職の大統領が民主党ですから、大統領選には民主党からは出られません。そのため、無所属で大統領選に挑む予定でしたが、バイデン撤退宣言後も、民主党内で予備選はなく、ハリス副大統領が次期大統領候補に決定するなど、かなり不満があったと思われます。もともとの考え方が、極左のハリス氏よりトランプ氏に近いので、無所属であることを、いいことに撤退してトランプ支持に回ったようです。これで、民主党支持層のうち、いくらかはトランプに投票するでしょうし、そもそも民主党を支持せず、ケネディ氏を支持していた層は、そのままトランプ支持に回る可能性が高く、マスコミが泡沫候補として扱っているケネディ氏の支持は大きく影響するでしょう。トランプ氏は、ロバート・ケネディ・ジュニア氏の甥であるジョン・ F ・ケネディ・ジュニア、つまり、ケネディ大統領の息子と親友であったと言われています。そのあたりの関係性から、ロバート・ケネディ・ジュニア氏も仲が良いと言われています。ロバート・ケネディ・ジュニア氏は、様々な陰謀論を主張しており、それが民主党内でかなり問題視されているようです。トランプ氏は、以前、副大統領候補にとロバート・ケネディ・ジュニア氏に打診しましたが、それはきっぱりと断られています。米国国防情報局 DIA の評価は、ロシアとウクライナの両国には、相互に大規模な攻撃を開始する軍事能力が欠如しており、膠着状態に陥る可能性が高いと結論付けています。それは分かっていることなのですが、問題は、ウクライナ軍がロシア領内の一部を占領している状態で膠着するか、しないかです。ウクライナは、ロシア領内を占領した状態で停戦交渉に挑む気であり、それは確実にウクライナに有利となります。そのため、ロシアは限られた軍事資産を使ってクルスクを攻め立てるでしょう。ウクライナは要塞化してそれを待っていることでしょう。ロシア軍をこのクルスクというデマルで削り倒すつもりでしょう。情報戦が激化しており、ウクライナ側はハッキングによりテレビ電波をジャックし、ロシア兵の遺体を流す、クルスクがウクライナに占領されているなど、
戦争の現実をロシア国民に知らしめようとしています。ウクライナ軍は、さらに戦場に送られることのないロシアの徴集兵が捕虜になっていることを氏名などとともに公開しており、徴集兵の家族に対して、ロシアが徴集兵を戦場に送ったと情報を流しています。これに対して、ロシア側は、チェチェンのアフマト部隊という名前はよく聞くけど、活躍はしていない部隊の将軍が、18歳の徴集兵は、大人だから祖国のために戦って死ぬなら天国に行けると発言しています。徴集された家族を心配するロシアの父兄の怒りの火に油を注ぐ発言をしており、驚くべき空気の読めなさですが、この方の母国での立場を考えると仕方ないのかもしれません。情報戦においては、すべて嘘とすぐにわかる情報を出してくるロシア政府よりは、ウクライナの方が真実をしっかりと流して、現実を見るように仕向けており、ウクライナの情報戦の方が優位に立っていると思われます。情報戦では、ウクライナ側が完全に主導権を握っており、このまま押し続けるでしょう。あとは、ロシア国民にどこまで響き、ロシア国民がどう動くかです。善良なロシア国民が正しい行動をとることを望むばかりです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。